こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。タイトスポット前に行きそうです。メジロマックイーン、それに続いています。さらにはマーベラスキャンディー、5番アーバンアルデル、その後ろスムースエリート、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から見ていきましょう。マーベラスキャンディー先手を取りました。その外からタイトスポット、内からはグロリーチャイム、キングスウォリアー、そのうちに続いています。並んで9番オートキャニオン、フェアマジェスリー、すぐ後ろその隣にエイティバド、サッカークラフティー、そのうちに続いています。しんがりからスムースエリート、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。5番アーバンアルデル、この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭からアーバンアルデル先手を取りました。13番メジロマックイーン、2番手を追走。これに続いてスターオブコジーン、すぐ後ろにキングスウォリアー、さらにはエイティバド、黄色の帽子、タイトスポット、その後ろすぐ隣にスパークピーク、その外にフェアマジェスリー、赤の帽子、グロリーチャイム、その後ろすぐ隣にサッカークラフティー、フェアリーボール、すぐ後ろ内からはマーベラスキャンディー、その隣にオートキャニオン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ5番アーバンアルデル、スパークピーク、ほとんど差がありません。サッカークラフティー3番手、メジロマックイーン、いい位置です。先頭を捉えにかかります。ここで先頭はサッカークラフティー、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はメジロマックイーン、先頭を捉えるか。残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。メジロマックイーン差を広げる。2番手はエイティバド、メジロマックイーン1着、メジロマックイーン完勝、メジロマックイーン1着、2着はエイティバド。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。メジロマックイーン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ミスターブルックス、好スタート、綺麗なスタートを切りました。シグナルエリート前に行きそうです。ミスターブルックス、それに続いています。さらにはウルフハウンド、4番シャトーベット、その後ろ先頭に戻りましょう。シグナルエリート先手を取りました。その隣にミスターブルックス、その外からウィルビーハミング、緑の帽子、シップマンボ、その後ろシャトーベット、そのうちに続いています。内からはサドンソング、その外からラブニゾ、内からはセカンドセット。さあ先頭はシップマンボ、エイビスカロー、ほとんど差がありません。シャトーベット3番手、カワチトリビュート、いい位置。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はミスターブルックス、残り 200m、 先頭はミスターブルックス、カワチトリビュート、まだ後ろ、ちょっと厳しい。セカンドセット、ミスターブルックス追いすがります。セカンドセット、セカンドセット、1着、2着にはどうやらミスターブルックス、勝ったのはセカンドセット、見事な勝利です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭変わった雪の美人、後続馬も足を伸ばしてきました。雪の美人粘る、一気にレイクシャンデリア、レイクシャンデリア、レイクシャンデリア、1着、2着にはどうやら雪の美人、見事に勝ちました。レイクシャンデリア、雪の美人、2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。